車内一面に装飾された縁起物の数々。岡山市の両備グループが今日発表した福騎馬すです。新年がより良い年になるよう企画されたもので、特別な絵馬が設置されるなど、末広がりの鉢に合わせた8つの工夫が施されています。バスの整理券はおみくじになっていて、乗るたびに運試しをすることができます。バスに乗っていただいたら縁起が良くなって、幸せな気持ちになっていただければなというふうに思っています。未だにですね、ちょっと公共交通厳しい状況にありますので、いろんな楽しい企画をご用意して皆さんにご利用いただけるように頑張っていきたいというふうに思っています。このバスは両備グループが公共交通の利用促進を図るプロジェクトの第11弾で、明日から今月31日まで倉敷市内の路線で運行されます。